モスクワの戦い、モスクワの戦い、モスクワの戦い、ローマ字表記、ビトバザモスコーベ英語、バトルオブモスクワは、第二次世界大戦中の1941年10月2日から1942年1月7日にかけて、モスクワ近郊で行われ戦闘である。この戦いは 600km の防衛区域で2段階に分かれて行われた戦略的に重要な戦いであった。 モスクワはソビエト連邦の首都であり最大の都市であったためバルバロスサ作戦で最も重要な軍事的、政治的な目標の一つであった。この戦いはドイツでは台風運作戦、ドイツ語アンターネクマン台風に英語オペレーション台風と名付けられており、モスクワ北部と南部からの両翼包囲を必要とした。モスクワの北方では 第三総甲軍と第四総甲軍が、仮2方面軍と対峙し、同時に、モスクワ・サンクトペテルブルク鉄道を切断し、モスクワ州の南方では、トゥーラの南で正方面軍が、第二総甲軍と対峙している。一方、第四軍は直接西からモスクワへ進軍していた。アンドリュー・ロバートによれば、ヒトラーのソレの首都への攻撃は、総攻撃に他ならなかった。誇張ではなく、 第二次世界大戦の数勢は、この大規模な攻撃の成果にかかっていた。最初、ソ連軍は、モスクワ州で三つの防衛線を形成することで、戦略的防御を行った。この防衛線には新たに徴兵した、予備兵力とシベリア軍管区と極東軍管区から抽出した部隊が展開されていた。ドイツの攻撃が止まると同時に、ソ連は、 戦略的反抗と小規模な攻勢によって、ドイツ軍を折りょる、ブヤ島、ビーツプスクまで押し返し、ドイツの三軍を包囲しかけた。この戦いは、ドイツの主要な交代であり、ソ連に対して、ドイツが早期に勝利する可能性はなくなった。この戦いの後、ブラウヒッチュ元帥は、陸軍総司令部の司令官を解任され、ヒトラーは、自身を、 ドイツ陸軍の最高司令官に任命した。ドイツのソ連進行計画、バルバロッサ作戦では4ヶ月以内に、モスクワを陥落させることが求められていた。1941年6月22日、数軸国は、ソビエト連邦に進行し、ソ連の航空戦力の大半を地上で撃破し、電撃戦を用いて、ソ連の領土に深く進軍して、多くのソ連軍を撃滅した。 北方軍集団はレーニングラードへと向かい、南方軍集団はウクライナへ、中央軍集団はモスクワへと進軍した。1941年7月までに中央軍集団はモスクワの通り道であるドニエプル川を渡った。1941年7月ドイツ軍はスモレンスクを陥落させた。スモレンスクはモスクワへの進軍路としては、 公正北起点よりちょうど中間点であった。この時点で、モスクワの防衛は非常に脆い状態であったが、モスクワへの直接攻撃はドイツの側面を晒らす必要があった。このようなリスクとウクライナの穀物と鉱物資源を確保するために、ヒトラーは北方と南方へと転進し、レーニングラードとキエフのソ連軍を殲滅するように命じた。こうして、 ドイツのモスクワへの前進は遅れた。1941年9月30日に、モスクワへの進軍は再開されたが、ドイツ軍は弱体化しており、一方のソビエト軍は新たに徴兵された部隊が、モスクワへの防御を固めていた。ヒトラーは、ソ連を降伏させるためにはソ連を経済的に打倒することが、唯一の方法であると信じており、ソ連の首都は2番目の目標であった。 ヒトラーは、キエフより、東のウクライナ地方の経済的資源を奪うことで、この目標を達成できると感じていた。陸軍総司令官のバルター・ホンブラウヒッチュが、モスクワへの直接的な攻撃を支援しているとき、硬直化したのうが、このような考え方を可能にしていると語っている。参謀総長のフランツ・ハルダーは、ドイツ軍がソ連軍に十分な損害を与えた後に、モスクワを奪うことは、 勝利をもたらす確信していた。このような観点は多くのドイツの高級司令官の間で共有されていた。しかしヒトラーは、キエフ南方のソ連軍の都市部とウクライナの奪取のために将軍の進言を却下した。この難進は成功し、結果として9月26日までに100万名の赤軍の兵士を死傷、捕虜にし、1941年中に、 ウクライナの大部分を支配下に置くことができた。夏の終わりにより、ヒトラーは注意を再度モスクワへと向け、モスクワ攻略の任務を中央軍集団に当てた。4個軍とそれを支援する3個総甲軍と第2航空艦隊が台風運作戦に使用された。この作戦に従事したドイツ軍は200万名以下で、1000両から2470両の戦車、 突撃砲と14000の野砲を備えていた。しかし、ドイツの航空戦力は、夏の戦闘により深刻なまでに減少していた。ドイツ空軍は1603機の航空機が破壊され、1028機が損傷していた。第2航空艦隊は、航空機をわずか549機しか、台風運作戦に使用することしかできなかった。この航空機には五十八機の中型の、 急降下爆撃機と百七十二機の戦闘機が含まれていた。ドイツの攻撃はもっぱら電撃戦に頼っていた。電撃戦は集団の戦車でソ連軍の陣形に深く浸透し、両翼包囲を実行して孤立した赤軍の士団を殲滅する戦法である。ドイツ軍はモスクワへの道を妨げになるブヤジマブリアンスクの間でソ連の防衛線を構成する三つの方面軍と、 直面した。これらの方面軍を形成している軍は、激しい戦闘に巻き込まれた。ソ連軍は依然として125万名の兵士と占領の戦車と7600門の野砲を保有していた。ソ連空軍は7500機から21200機の航空機の損害を被っていた。波外れた産業の業績によりこれらの航空機は、殺新され始め、台風運作戦の始めに、 ソ連空軍は爆撃機578機を含む936機の航空機を集めた。一度ブヤジ島ブリャンスクの戦線のソ連の抵抗がなくなるとドイツ軍は東に押し始め北部と南部から側面に周りモスクワを包囲しようとした。連続した戦いによって戦力は減少し補給上の困難はより深刻になり始めた。グデイリアンはいくつかの破壊された戦車は 再配備されることなく、作戦開始時には燃料が不足したと記載している。ドイツ軍は計画に従って攻撃を行った。第三総甲軍は抵抗が少ない中央を突破した後、第四総甲軍と共に部屋島の包囲を完成させるために機動戦力を北方に分割した。さらに別の部隊を南に送り、第二総甲軍と接合し、 ブリャンスクの包囲網を閉じた。ソ連の防衛線はまだ構築中であったが、1941年10月10日に突出した第2、第3総甲軍の先陣は、ブヤ島で敵と交戦した。ソ連4個軍は、モスクワの西で包囲された。包囲下のソ連軍は戦い続けたが、ドイツ軍は28個手段を包囲下のソ連軍を殲滅するために展開した。この28個は、 モスクワ方面の攻勢を援護することができた部隊を使用した。ソ連の正方面軍と予備方面軍の残部は撤退し、モジャイスク周辺での新たな防衛線に配備された。多くの損害を被ったにもかかわらず、一部の方囲下の部隊は撤退に成功し、正体から完全編成の不評手段に配置された。ブヤ島付近のソ連の抵抗は、スタッフ下が4個軍で、 モスクワの防御を固めるための時間を稼いだ。三つの不評師団と二つの戦車旅団は、小詰めのために東シベリアから移送されてきた。ブリャンスク近くの南方では、ソ連軍の戦闘能力は当初、ブヤ島より有していた。第二総攻軍はこの都市を包囲するための起動を行い、第二軍の前進と連携し10月3日にお料理を、6日には、ブリャンスクを陥落させた。 しかし天候が変化し始めて、ドイツの行動は妨げられた。10月7日に、初雪が降り、その雪が溶けることで、道はぬかるんだ沼地となった。この現象はロシアでは、ラスプティッツァという現象で知られる。ドイツの気候部隊は大幅に機動力がそがれ、ソ連軍が撤退し再編成することを許した。ソ連軍は、局所的に反撃に出た。例として、 第四装甲士団は、ムツェンスク近郊のドミトリー・レルユシンコの第四戦車旅団による待ち伏せ攻撃を受けた。ドイツの機構部隊が防衛線を越えて進軍してきたので、新たに製造された T-34 は森に隠された。ソ連の不評の寄せ集めの部隊がドイツ軍の進軍を阻止している間、ソ連の戦車は両翼に回り込み、ドイツの縫合戦車を攻撃した。 ドイツ軍にとって T-34 の出現とその威力はとても衝撃的であったため、グデイリアンの強い主張により T-34 についての特別な調査会が作られることになった。10月31日から11月15日の間、陸軍総司令部はモスクワへの二度目の攻勢を準備する一方、戦闘行為を一時中止した。中央軍集団は数の上では、 かなりの戦力を有していたが、これまでの戦いによる疲弊のため戦闘能力が喪失していた。ドイツは東からのソ連の増援の絶え間ない到来と大規模な予備兵力の存在に気づいたが、ソ連が莫大な損害を出してでも、モスクワを防衛しようと決意しているとは予想していなかった。しかし10月の状況と比較して、ソ連の狙撃師団はより強力な防衛陣を築いていた。 三重の防衛網が都市とクライン近郊のモジャイスクの一部を囲んでいた。大半のソ連の野戦軍は多層の防衛陣を築き、少なくとも2こそ撃次団が2層目に配置させた。9月30日、中央軍集団はモスクワ攻略を目指し台風作戦を開始した。第3総甲軍と北方軍集団から転用された第4総甲軍は10月2日に、 構成を開始し10月7日に、ブヤ島で合流し、ソ連軍4個、軍、19軍、第20軍、第24軍、第32軍を包囲した。中央軍集団は、ブリャンスク周辺とブヤ島周辺に2つの包囲網を形成し、相当な戦力を有するソ連軍を壊滅、事実上ソ連軍第19軍を主力とする、西方面軍司令部を機能しない状態にまで、 追い込んだ。ドイツ軍は、走行部隊を、より効率的に運用するため、10月5日から8日に、かけて、各走行集団を、独自の補給団列を持つ航軍へと改変した。10月3日に、第2走行軍の第4走行師団がオリオールを攻略し、10月6日には、第2軍と第17走行師団がブリャンスクを攻略した。ブリャンスク方面軍は退路を断たれたが、 中央軍集団に、後輩地のソ連軍を、包囲殲滅する余力はなく、各部隊は重装備を放棄して東方に逃れた。10月15日、スターリンは、共産党、将軍、様々な政府の職員に、わずかな人員だけを残して、モスクワからクイビシェフに撤退するよう命じた。この撤退は、モスクワ市民の混乱を招いた。10月16日、17日は、 多くの市民が逃亡しようと試み、列車に殺到し、モスクワからの道路は渋滞した。それにもかかわらず、スターリンは、モスクワに泊まり、秩序を保とうとした。10月14日には、第3総工軍は、ボルガ川を溶かし、モスクワとレニングラードを結ぶ鉄道を断ったほか、10月末には、第2総工軍の部隊が、トゥーラ近郊まで到達することに成功した。 モスクワ陥落の危機に対し、ヨシフ・スターリンは10月10日に、レニングラード攻防戦を一段落させた、ゲオルギー・ジューコフに、首都防衛を明治西方面軍司令官に、就任させた。同時に、ソ連国防委員会は、政府機関や工場等を、ウラル方面へと疎開させつつもモスクワ市民を中心に、ドイツ軍に立ち向かわせ、冬将軍が来るまでできるだけ長く、 足止めをするという作戦を実行す。これには、周辺士管学校生やコムソモール院からなる共産主義者義勇団等を大量動員、不足していた防衛前線へ人員補充のために送られた。その中には後に、パルチザン英雄として称賛される若きコムソモール、ゾウやコスモデミアンスカイアも含まれている。彼女は、ドイツ軍駐屯地への放火により、ドイツ軍に処刑されたが、 これはソ連軍及びコムソモールの士気を高める材料には十分となった。10月になり、ついに天候が悪化し始め雨が多くなると、舗装されていないソ連の道は泥沼と化した。これがドイツ軍にとって致命的な障害となり、走行部隊の前進も物資の補給もままならなくなった。一方、ソ連軍はこうした自然条件に慣れていたのとドイツ軍に比べ、 長距離の移動を必要としない防御戦であるためにさほど問題はなかった。この10月中のドイツ軍の前進の鈍化がモスクワの防衛体制を整える時間的猶予を与えた。また、戦意紅葉のため、この防衛戦の最中であっても11月7日の革命記念日にはドイツ軍を尻目に恒例のスターリン演説と軍事パレードを観光した。 11月になると天候は回復し、気温が低下。霜が降りて、路面状態は良好となり、ドイツ軍の進撃スピードは回復する。しかし、ドイツ軍は冬までに作戦を終了させる予定だったため、厳冬に対応した衣類や装備をしておらず、何よりも伸びきった補給船が限界に到達しようとしていた。また、ソ連軍は、ドイツ軍に物資を残さない徹底的な、 ちょうど作戦を実施し、補給の現地徴収も、ほぼ不可能となり、ドイツ軍はいよいよ急防に瀕した。11月12日から13日にかけて、参謀総長、春田、と、中央軍集団の核軍参謀、野戦指揮官は、オルシャで戦略会議を開き、新たな構成の是非を話し合った。第二総工軍司令官、グデリアン上級大将は、 モスクワ攻略の後期は去ったと判断していたが、中央軍集団司令官、ボック元帥は、モスクワへの攻勢を主張し、春田は、攻勢の認可を出した。11月15日から18日にかけて、第2、第3、第4総攻軍が攻勢を開始、中央軍集団は、モスクワへの攻勢を再開した。スタッフカは、第10軍と第1打撃軍を増援として、 正方面軍に編入し、十コ府に、モスクワの神を命じた。11月24日に、第三総甲軍がクリンを攻略し、モスクワ運河に、共闘法、構築。11月26日には、第四総甲軍が、鉄道の中継点である、イストラを攻略し、11月30日に、モスクワから8キロメートルの日向きに到達。南部では、第二総工軍が、工業都市通らを包囲し、 ミハイロフを攻略した。しかし11月末には各所でドイツ軍の攻勢が飛んだ。南部からモスクワを目指した第2装甲集団はトゥーラを落とせないまま、これを迂回して前進を継続していたが、モスクワ南方を流れる丘側の線で前進を阻止された。北方から進撃した第3装甲集団は北部の洋商クリンを制圧し前進したが、 北部からのモスクワ突入はならなかった。西方正面では、第四走行集団がクレムリンから 25km の地点のモスクワ郊外にまで達し、前衛部隊はクレムジンの戦闘を眺める位置に、前線の公平部隊は木網まで 8km の地点まで前進したともあった。例年よりも早く冬が到来し、ドイツ軍の進撃は完全に停止する。気温が 零下20度以下にまで下がり、ドイツ軍の戦闘車両や火器は寒冷のため使用を負に陥った。ドイツ軍には兵士の防寒装備も陶器用のオイルも不足しており、車両や航空機も満足に動かせない状態となった。医療品の不足から投症にかかる兵士が続出した。特に軍下は長距離進軍に耐えるためそこに病が打ってあり、足に冷気を伝え投症の原因となった。対して、 ソ連軍は靴底に秒を打たないブーツを使い、兵士には一回り大きいサイズのブーツを支給し、隙間に新聞紙や藁を敷き詰めると、防寒装備は充実していた。ドイツ軍はソ連のモスクワ防衛の要衝、イストラを占領したが、翌日からソ連空軍の猛爆撃が始まり、制空権はソ連側にあった。10月25日のモスクワ空襲を最後に、ドイツ空軍は、 出撃不能となった。一部の歴史家は人工洪水がモスクワ防衛において重要な役割を果たしたと提唱している。彼らは軍と重装備がボルガ川とイワンコフ貯水池を渡れないようにするために氷を破壊した。1941年11月24日、ソ連軍はイストラの貯水ラムを爆破した。 1941年11月28日、ドゥブナ近くのダムを使った、イワンコフ貯水湖と同様に6つの貯水湖の水、ピアロフスコエ、ピロゴフスコエを、ヤフロマ川とセストラ川に排水した。その結果、厳しい冬の気候にもかかわらず、30から40の村が浸水した。これらはどちらも、スタッフカの1941年11月17日の04に8、 バンの指令の結果であった。人工洪水はしばしば型にはまらない武器として使われた。ドイツ軍の攻撃は止まったにもかかわらず、ドイツの諜報機関は、ソ連軍がこれ以上予備兵力を持っておらず、反抗することはできないと想定していた。この推定が間違っていることは、スターリンが18個手段、戦車1700両、飛行機1500機以上をシベリアと、 極東から移送してくることで証明された。ジューコフとバッシレフスキーの提案した構成が最終的にスターリンに許可される12月の初めまでの間に赤軍は58個師団を蓄えた。これらの新しい予備兵力を加えてもなおソ連軍は反抗作戦に110万名の兵士しか作戦に投入できずドイツ軍にわずかに兵力で劣っていた。それにもかかわらず 軍の用心深い展開により、いくつかの決定的な地点では、兵数はドイツ軍に対して優位を確保した。1941年12月5日、モスクワへの直近の脅威を取り除くための反抗作戦がカリーニに方面軍により開始された。西方面軍の攻撃は翌日に開始された。数日後のわずかな先進により、ソ連は12月12日に、 ソルネチノゴルスクを12月15日にクラインを奪還した。グデイリアンの軍はベニョーフとスヒーニチから立て続けに撤退した。トゥーラに差し迫った脅威はこうして取り除かれた。12月8日ヒトラーは相当指令39号を発令した。この指令は前線線において防御体制を取ることを命じた。ドイツ軍はその時いた地点では強固な防御を 固めることができず、戦線を強化するために退却せざるを得なかった。グデイリアンは、ハンス・シュミットとボルフ・ラム・フォン・リヒト方編同日に行った、議論を書き留めており、両司令官は、現在の戦線を維持することはできないことに、同意していた。12月14日、フランツ・ハルダーとギュンター・ホンクルーゲは、最終的に、ヒトラーの悲しに丘川の西まで、限定的に撤退することを認めた。 12月20日ドイツ軍の高官による会議で、ヒトラーは撤退を取り下げ、兵士たちにそれぞれの持ち場を守るよう命じ、必要なら榴弾で残壕を掘れ、と述べた。グデイリアンは寒さによる損害が実際には戦闘による損害を上回っており、対艦装備はポーランドでの物流の制約により行き渡っていないことを指摘した。それにもかかわらず、ヒトラーは、 現在の戦線を守るよう主張し、グデイリアンは第四総工軍のヘプナー将軍と第九軍のシュトラウス将軍と共に12月25日に解任された。フェードア・フォンボックは公式には健康上の理由で解任された。バルタンフォンブラウヒッチュリック軍総司令官はさらに早く12月19日に解任された。一方ソ連の攻勢は北部でも続いた。 この構成によりカリーニンは解放され、12月7日にはクラインに到達した。クラインにはドイツ大老媒部総合軍団司令部が都市の外側に集まっていた。カリーニンで戦線が西に動くと同時に都市粒がクライン周辺に形成された。カリーニン方面軍司令官、イワン・ホーネフは残存するドイツ軍を包囲しようと試みた。ジューコフは多くの部隊を 突出部の南端へと転換させて、コーネフの第三装甲軍に対する罠を支援した。この包囲は失敗したが、ドイツ軍はこの地域の守備を解き、撤退した。二回目の試みは、トゥーラ近郊の第二装甲軍に対して行われたが、ルジェフ付近で強力な抵抗により、停止せざるを得ず、この地域の突出部は1943年3月まで形成され続けた。南部では、 構成はうまくいき、ブリャンスク方面軍は1941年12月16日にトゥーラを救出した。主要な目的はダイクシックス軍団の包囲と殲滅であった。ダイクシックス軍団はグデイリアンの第二装甲軍の難翼を守っていた。ドイツ空軍は12月の後半に無力化された。この時気温は低摂取42度を記録し、これは 当時の最低気温を記録した。補給の困難と効率く気温により1942年1月まで技術上の困難を生み出した。その間ドイツ空軍は事実上モスクワの上空から消えた一方、ソ連空軍はより整った基地から作戦を遂行でき、内戦と部隊の強化の恩恵を受けられた。1月4日、空は澄み切っていた。 ヒトラーはこの状況を救済することを望んだので、ドイツ空軍は速やかに強化された。ドイツ本国で再編成された第4爆撃航空団と第30爆撃航空団が到着する一方、102機の152を保有する4つの輸送航空団が、包囲された部隊の補給と撤退のため、第4航空艦隊から配備された。これは、最後のわずかな努力ではあったが、 まさしく機能した。ドイツの航空戦力は中央軍集団の全面的な崩壊を防ぐことを防いだ。ソ連軍が最善を尽くしたにもかかわらず、航空艦隊は中央軍集団の保持に多大な貢献をした。12月17日から22日の間に航空艦隊はトゥーラ周辺の299両の車両と23両の戦車を破壊し、赤軍の追撃を防いだ。 中央ではソ連の進行はさらに遅かった。ソ連の部隊は10日間の戦闘の後、12月26日にナロフォーミンスクを28日にカルガを1月2日にマロヤロスラベツを解放した。ソ連の予備兵力は不足しており、疲弊し、凍りついたドイツ軍をモスクワから 100km から 250km ほど押し返したところで、 1942年1月7日に攻勢は停止した。スターリンはモスクワ全面の中央軍集団を捉えて殲滅するためにさらに攻勢を続けるよう命令したがソ連軍は疲弊しており突出しすぎていたため攻勢に失敗した。赤軍の陶器の反抗によりドイツ国防軍はモスクワから追い出されたが前線から比較的近いモスクワへの脅威は依然として残っていた。 そのため、モスクワ戦役はスターリンにとって重要であり続けた。スターリンは開戦当初ドイツの作戦の成功により、ショックを受けた状態に最初は見えた。特にソ連の最初の進撃では、ルジェフ突出部を解消できず、中央軍集団の手団が保持しつけた。モスクワでの反抗の直後、突出部への攻撃をつけて行い、ドイツ、ソ連ともに大きな損害を出した。 1943年の初め、ドイツ国防軍は、ルジェフとし部から西に撤退せざるを得なくなった。それにもかかわらず、モスクワ全面は1943年10月まで防衛体制が仕掛けいた。1943年10月は、スモレンスクの戦いの終わりで、中央軍集団がスモレンスク地境とドニエプル上流の左岸から押し返された頃である。 ドイツ軍がモスクワを占領できなかったためヒトラーは1941年12月19日に陸軍総司令官のバルター・ホンブラウヒッチを更迭し、自ら陸軍総司令官に就任して、すべての軍事的な判断に関する権限を握った。それに加えてヒトラーは周囲を戦闘経験がほとんど、あるいは全くない将軍で固めた。1941年6月以来、 ソ連がドイツ軍の進撃を止めて押し返すことができたのはこの戦いが初めてであった。スターリンはこの結果を過信し反抗作戦を拡大することを決定した。1942年1月5日にクレムジンの会議でスターリンは春の全面攻勢を企画していると発表した。この攻勢はモスクワ近郊、レニングラード、ハリコフ、クリミアで同時に行われる予定であった。 この計画は、ジューコフやシャポーシニコフらの反対があったが、スターリンは押し切った。低地のソ連軍の予備と、ドイツ軍の戦術的技量により、ルジェフ近郊で、地の滲むような硬直状態が生じた。この戦いは、ルジェフに首利き、として知られる。さらに、ソ連軍の敗北は続き、第二次ハリコフ攻防戦、デミアンスカ包囲戦での殲滅の失敗。 アンドレイ・ウラソフによるレニングラードの海囲いの失敗、クリミアでのケルチ最上陸での攻勢拡大の失敗などが例として挙げられる。これらの作戦の失敗はソ連軍の弱体化を招き、1942年のドイツ軍で南方での攻勢を導いた。ドキュメンタリー映画のモスクワの反抗はこの戦いの最中に作られ、すぐにソビエト連邦で公開された。 アメリカにもこの映画は渡り、1942年8月にはニューヨークの劇場で公開された。ニューヨークタイムズの批評家は、撤退時の残忍さは、あぜんとする光景であったと述べている。モスクワでの行進と戦闘の場面と同様に、この映画にはドイツ軍の占領時に行った残虐行為の映像が含まれている。裸で殺害された子供たちが手足を伸ばした状態で、 ひどい列を作って青年画ガタガの講師台に寒さの中でぶらりと吊るされていた。モスクワの防衛は数軸国の侵攻に対するソビエト連邦の抵抗の象徴となった。この戦いを記念して、モスクワは1965年の20回目の対独戦勝記念日に英雄都市を授与された。1995年にはモスクワ防衛博物館が創立された。 モスクワの戦いにおけるドイツとソ連の損害は議論があり様々な文献が異なった推定を行っている。すべての歴史家は第二次世界大戦の時系列の中でどの機関がモスクワの戦いと考えられるべきかいうことに同意していない。一般的に台風運作戦が開始した1941年9月30日がモスクワの戦いの開始日と考えられているが この戦いが終わった日は二つの考え方がある。とりわけ一部の文献は、エリクソンやグランツとハウスるジェフの戦いを、モスクワの戦いから除いており、モスクワへの攻勢が終わった1942年1月7日を、モスクワの戦いの終了日とみなしているため、モスクワの戦いの死傷者数が少なく見積もられている。ここでは、様々な文献からの異なった死傷者数を述べる。 ジョン・エリクソンの著作バーバローサ、ザ・クシズ・アンド・ザ・アリスでは1941年10月から1942年1月にかけてのソ連の損害は653,924名だったと述べている。フランツとハウスは、ウェン・タイタンズ・クラッシュとで、モスクワ防衛の段階で658,279名の損害を出し、1942年の1月7日までの当期の 反撃でさらに37万955名を失ったと述べている。国防軍公式の死傷者に関する日報では、中央軍集団は1941年10月1日から1942年1月10日にかけて3万5757名が戦死、12万8716名が戦傷、9721名が行方不明になったと記載されている。 しかし公式の報告書は前線にいる拡大隊の証拠を指揮官が記載した報告書とは一致しておらず、この報告書では公式の報告書よりも多くの損害を被ったことが記録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。